建築家で元アンカラ市長。パキスタンのイスラマバードにあるファイサルモスクを設計したことで知られる。老いたち1927年11月10日、トルコのエラズーでダロカイは生まれた。彼の父は新聞社の取締役だったが、彼が10歳の時に死去した。彼はスケッチや書き物、政治、旅行など多くの趣味を持ち、とりわけ建築に興味を持っていた。 また、ドイツ語とフランス語を話すことができた。彼は1943年に初等、中等教育を修了すると建築を学ぶため、イスタンブール工科大学に入学した。この時彼は、共和人民党に入党した。大学で彼は、ポール・ボナッツや、クレメンス・ホルスマイスターのような著名な建築家の授業を受けた。彼は大学を1949年に卒業し、 現在の環境都市計画省や国営郵便である PTT で働いたが1年足らずで退職した。フランス留学1950年、ダロカイはフランスに渡り博士号取得を目指してソルボンヌ大学の都市計画学部に入学したものの後にこれを断念した。しかしフランスにおいて彼はルコルビュジェや オーギスト・ペレなど多くの近代建築の先駆者らと共に働く機会を得た。1954年、トルコに帰国した彼はアンカラに建築事務所を設立した。また、1956年にはトルコ建築協会の設立者の一人となった。1957年、コジャテペモスクのコンペティションに、ダロカイは当時最新だったシェル構造を用いた独創的な デザインを提出した。彼のデザインは一等を獲得して建設も始められていた。また、1964年には、アンカラの建築家協会の会長に就任した。この時政権交代が起こって、中道右派の公正党政権が誕生し、これにこうして、保守層がアヤソフィアをモスクにすることを公然と主張していた。 それに対して彼は1966年1月17日、建築家協会の総会において、以下のように述べた。アヤソフィア博物館をモスクにするということは、国際世論にとっては、有意識問題で、それは、トルコ人にしてみると、セリミーエモスクに金をつけるくらい大変なことである。アタチュルクが作り上げたステータスを守ろうではないか。アヤソフィアは、トルコ人のものではない。 全世界のものなのだ。ベダとダロカエコの発言は、アヤソフィアのモスク家のオピニオンリーダーだった、テルジュマンをはじめとする保守系の新聞に取り上げられて、批判にさらされた。1月19日付の、テルジュマンでは1面から2面にわたって、ダロカイへの批判が掲載され、また、公政党のイズミル県連代表は、以下のように、ダロカイを批判した。アヤソフィアは、モスクにされるべきです。 その建築家についてですが、おそらくこの男はトルコ人ではないはずです。トルコ人であり、かつムスリムである人物でこのような発言をする人はいません。この人物をムスリムとみなすことはできないと私は思います。メフメトカラオール建築家協会はダロカイの発言を出現とし、彼のアヤソフィアに関する考えにも賛同しない旨を発表した。建築家協会への批判は、 次第に収束したがダロカイへの攻撃は続いた。彼は3月17日付のテルジュマンに同志のコラムニストが書いたダロカイはモスクを建設するための金をポケットに入れたという批判に対する抗議文を投稿したがちょうどこの時トルコはキプロスとの小競り合いが続いており民衆にはダロカイはキリスト教徒の言い分を代弁しギリシャを擁護しているとされた。 5月3日付のテルジュマンにはダロ会の解任が検討される予定であると報道され、同時にコジャティペモスクの建設を取り仕切っている協会の会長と副会長がダロ会を批判した文が掲載された。その1ヶ月後にはモスクの建設契約は破棄され、コジャティペモスクの建設は中止された。1969年、ダロ会は 国際建築家連合を通じて行われたコンペティションで43組の中から選ばれてパキスタンの首都であるイスラマバードにコジャテペモスクのデザインを現地に合わせて微調整した上でファイサルモスクを建築した。彼は父が制御としていた新聞にも興味を示しており、1970年にはコンペティションの賞金でアクサムを買収しようとしたが、 高額な買収金額のために断念した。この失敗に彼は失望したが、1972年には、共和人民党が手放したウルスを複数人で所有し、バリスと改名して、地方新聞として刊行したが、ダロ会はこれに満足せず彼の権利を他の所有者に売却した。1973年、共和人民党の推薦を受けて出馬したダロ会は62%の、 得票率を得てアンカラ市長に就任した。建築家であった彼はアンカラをトルコ共和国の本、博物館、またはショーケースと考えており、世界中からの代表者がアンカラを訪れた際にどのような印象を持ったのかということは彼にとって重要な懸念だった。また、交通渋滞の報告を受けると彼はすぐにアンカラの図面を確認して問題を分析し、 実現可能な解決策を示した。彼は自治体がより強大な権力を持ち自治的になることを望んでいた。彼は圧力団体から脅かされず決定を実行に移した。そのために彼はオフィスで寝泊まりしたり、市役所の職員らとともにハンガーストライキを行ったり、市の建築物を売りに出した。また、社会民主主義者だった彼は毛沢東が死去した際には、 市役所に反旗を掲げた。彼は2020年までの見通しに基づき、アンカラの都市問題を解決して、インフラを整備することに全力を注いだ。1974年に彼は、地下鉄や鉄道を都市部の交通システムとして、建設する、都市の緑化、都市人口密度の増加の抑制、大気汚染の抑制、そして、ゲジェコンドの問題を解決するために低収入の世帯に、 家と都市環境を提供するアッコンド計画を発表した。彼は世俗的なケマル主義者を自負しており、アンカラの歴史をイスラーム時代に限定せず、ヒッタイトや野郎がビザンツなどの歴史を取り込む考えを支持し、アンカラの首相としてヒッタイトの太陽を象徴する円形モチーフを採用した。1976年、彼は 右派政党との対立で、共和人民党から推薦を受けられず、一気で市長の座を降りた。政界を去った後、彼は発行部数が減少していた、ポリティカとの連携協定を結び、いくつか起交したが、バリスの時と似た理由で彼はこれを断念した。1980年、ダロ会は、コロと題された絵本で、1980年絵本大賞の大賞に選ばれ、 トルコ言語協会から賞を受けた。また、彼の死後である1995年には、アメリカ図書館協会からミルドレット・エル・バチェルダー賞の名誉を受けた。これは後に、英語やドイツ語、フランス語に翻訳された。1984年、彼は、共和人民党を離党して、社会民主党に入党した。しかし、1980年代末、彼は再び、 アンカラ市長になることを目指して、社会民主党を利党した。彼は、アンカラは病気であると言い,い、自らをアンカラの医者として、市長選挙を政治的な観点で捉えず、建築家として問題に取り組むことを掲げたが、再び市長になることは叶なわなかった。1991年3月21日、ダロカイはクルッカレを旅行中に交通事故に遭い、妻と一人の息子と共に死去した。 彼の遺体は、生前の彼が好んでいた都市であるアンカラに埋葬された。彼の死後、トルコ国内には彼の名を冠した道路や公園が作られた。ファイサルモスク、イスラマバード、1969年設計。ミナレット、ラホール、1974年設計。タクスイム広場、イスタンブール、1986年設計。 ダロカイの家族や同僚によると、彼はカリスマ性があり、多彩かつ勤勉で、正直で誠実、信頼できる人物だったが、衝動的で予測不可能なところがあり、自己中心的だった。フランスで、ルコルビュージェから学んだダロカイは彼を英雄として捉えていた。ダロカイはまた、ミマール水ンや、アルバールとフランクロイドライトの影響を受けていた。彼はデザインは、 生活様式を代表するものであるべきだという信念を抱えていた。彼は都市を母、建築物を医者だと捉えてデザインを行っていた。ダロカイは親パキスタン家であり、市長時代にはアンカラの大通りをパキスタンの建国者であるムハンマド・アリー・ジンナーに、ちなんでジンナー通りと改名した。彼は1970年から1985年の 間におよそ50回パキスタンを訪れ、現地の人々と交流するために英語を学んだ。ダロカイは、ナーズムヒクメットの死を好んでいた。彼の息子であるハカンダロカイによると、ダロカイは、幼少期のハカンにヒクメットの死を朗読していたという。彼は、ヒクメットの遺体をロシアからアンカラに移し自分で設計した霊病に埋葬するという野望を抱いていた。 ダロカイは1957年に一人目の妻と結婚し、三人の子供を儲けたが離婚した。1977年に再婚し、二人の子供を儲けた。一人目の妻との長女はダロカイの死後、彼の事務所を継いで建築家として活動している。彼は後に勇敢なには、 少々の異常性が求められると語った。この師相は1995年に変更され、コジャテペモスクが描かれている、現在の師相が採用された。ありがとうございます。